いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、はい、壁についている換気レジスターというんですかね、こちらをね洗っていきたいと思います。はい、ご覧の通りねこんな、汚い状態です、ね、まず分解できるんでしょうかね。はい、多分この辺外れそうですけれども、あ、外れるかな。はい、ね、まず置いて、おっと、こんな感じでね分解はできるようですけれども、はいね、ここまでは分解した方がいいのかな、ね、この辺もどうでしょうか。はい、あ、こんな感じでね分解できる。中にねこれ断熱材入ってますね。はいね、こちら3個ありますんで、はいはい、こちらはね回して取りますね。はい、こんな感じで、はいね、これアパートで使われていたものなんですが、ね、ちょっとこんなに小汚いとまたねつけたくはないので、ね、別に特段これが性能がね落ちるというわけじゃないので、中につけてるねこれ今フィルターがないですけども、でそれがね劣化、はい、していくと。これねちょっとビス、ね、他1本ちょっとないなと思ったんでちょっとこの辺に置いておきましょう。はい、ということでここまでね分解してね綺麗に今していきまあのというか分解してあのね掃除がしやすくまずしていく、いきましょうというところで、はい、ではねこれによってね、ねまあマイペット本当はかけなくてもいいかな、まあ一応ねいつものパターンでかけちゃいましょうね、こんな二刀流で、はい、まあ高圧洗浄機かけるんでね、そんなこのね薬液がさほど影響ねしないのかなとは思いながらも、はいね、ちょっと部品が今ねいろいろ落ちてますけど、はいね、こんな感じで汚れはね確実に浮き上がりますんで、はい、当然こうね浮いた時にははいね、こうあの拭く作業の時はあの手袋これね絶対にしましょう、ね、前回ちょっとね素手でやったらやはり、ね、手荒れしてしまいましたもんね。はい、まあ高圧洗浄機ねかけちゃいますんで、はいね、そんなこれでもかって今ブラシでねやる必要はもう絶対ありません。そんな手間かけるんだったら、はいね、これだんだん分解されてきちゃって、あとでね、組み立ての方法が分かんなくなるというようなことだけはね、ならないようにだけしましょう。はい。ね、ここの部分もちょっとね、外してませんけれども、ここは外しましょう。よいしょ。はい、ね、ちょっとね、組み立ててる状況、あ、こんな感じですね。はいね、向きだけ、はい。とにかくね、あとでね、治んなかったら大変なんで、ちょっとこの辺はね、ちょっと向きこのままにしていきましょう。はい、ということでね、まあここまででいいでしょう。部品だけはね、はい、今汚いようにして、で手を一回洗います。はいね、もうこんな感じでいいでしょう。はいね、これもねマイペットもずっとこのね、何回も詰め替えしてたらこれ破けちゃいましたね。ちょっとねみっともないんで、ちょっとねこの辺もちょっと後でねきちっと取りましょうっていうよりかはね取れてしまいましたね。はいね、これ色がこちらの色なんで間違えることはねないと思います。はい、ではね早速やっていきましょう。
ね、これ今やってる時に気づいたんですが、このゴムの、はいね、バッキンというか、このね、まあ、防水剤というかですね、これが、はい、こんな感じでね、朽ち果てるということがね、ちょっと分かりました。はいね、ということで、これ結構時間がかかるかなということで、ちょっとね、まずこれだけ一回、もう力いっぱいやってみましょう。はい、ということでね、まあ、これご覧ください、ね、高圧洗浄機でこのスポンジに、まあ、水圧を当てるとこんな感じで ね、はい、ね、完全に朽ち果てちゃうということで、まあ、これね、物が新しければさほど、ここまで行くことはないんでしょうけども、ちょっとね、かなり劣化しているというところで、ね、これちょっとね、あまりよろしくない状態では、はいね、まあ、ここまでね、綺麗にしちゃって、ここにね、また置きながらやっていくとまた汚れてしまうので、はいね、これはこれでここまで綺麗になりましたということで、綺麗になったものから、まあね、どっか上のところにしっかり置いて、はいね、次々ちょっとね、まあ、やっていくというような形で、このね、ちょっとね、こちらの次ね、部品いきましょう。はいね、とにかく、ここまで、色がね、変色してても性能的にはね、問題はありませんのでね。まあ、次ね、またアパートの住人の方が出て行って、はいね、退去されて、でまたこちらね、クロス張り替えの時に、まあ、使ったりとかいうものにしていきたいなと思います。もしね、購入される時には、まあ、角型のタイプが出てますんで、そちらね、約1500円とかで売ってますんで、そちら使ってもいいと思いますが、まあ、こちらこちらでね、まあ、予備というか何かの時にちょっとね、使うべく、ちょっとね、整備してきた、いや、まあ、整備していきましたということになります。はい、ではね、まあ、これ以上ちょっとやっても結構時間かかってしまいますんで、これで終了します。まあ、最後はまたね、レアできちっと、ね、水気を飛ばして、まあ、最後ラップでくるんで終了というような形になります。では以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。